凍結、向こうの方が戦力が上。無理をしないで。聖戦ハイゼー、行くぞ。スカラー、まだいける。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。任せて。まだ終わらないぞ。そんな。よし、紹介状。マス、命の金しろ、あいつがシド。ああ、またラメド。そう、おい、てめえてシド、本まさか、リ明智君はこの展開、想像してた。さすがに、そこまではですけど、あれだけの騒ぎを起こした首謀者ですからね。検挙されてしまってプライドが傷ついた。過去にもそんな事例ありますしね。警察の調べによりますと、他のメンバーの足取りは今も不明とのことです。リーダーの供述が得られなくなったことで捜査は難航するとの見解を。ちょっといいですか。どうぞ。あれ以降、怪盗団は鳴りを潜めていますが、奴らは許されてはいけない。彼らの毒牙にかかり命を奪われた被害者、そしてご遺族、関係者の方々のため、僕は命を狙われたっていい。必ず怪盗団の残党を捕まえてみせます。すみません、勝手に熱くなっちゃって。さすが正義の名探偵、熱いね。じゃあせっかくなんで聞いちゃおっかな。正義の探偵が怪盗団を壊滅させると思う方、お手元のスイッチをどうぞ。会場全員、これは後に引けなくなったね。精一杯頑張ります。あ、でも受験勉強もあるんで、もしかしたらってことも。僕が望まれない子供だったなんて、こいつら誰も思ってないだろうな。ずっと人から頼られたかった、必要とされたかった。学業に励み、優等生を演じ、正義の名探偵として名を挙げた。そして神の意志で授けられたようなナビとペルソナのおかげで、邪魔者たちをこの手で片付けられた。それもようやく。あとはあの人に告げるだけだ。しかしまさかのリーダー自殺、せっかく逮捕したのにとか思わなかった？私ならショックで寝込んじゃうかも。そうですね、軽くめまいがしました。フラット大仕事で精神が高ぶってたのかもしれませんね。ちょっと誰ですか。携帯。あ、ほら、明智くんの顔もこわばっちゃった。あ、失礼しました。僕は構いませんが、映画館では絶対オフで。正体を見せろ。暴いて。感じるぞ。
吐くか。何かご用ですか。より一層の構成に励むがいい。ジュスティーヌ、登録を本当にいいのですね。あなたの綺麗な男ですね。落ち着きなさい。警報中です。より高みを目指すぞ。新たな形はこうなるが、少々刺激が強いかな。予想外を書く。まとめてギロチンだ。今のあなたに必要なもの、引き継ぐ技能を選びなさい。強大な力を。では始めよう。心して選ぶがいい。気合い入れてくくるぞ。おい、これが処刑の。いささか手荒になるな。いささか予定と違ってしまったか。そう、やるか。シャドウがいる。暴いてやる。焦るなよ。やっ、弱点が狙えるな。くらえ。敵どん。さあ、これがジョーカー。奪え。攻めがない。ジョーカーどうした。ちょうどいいのが。敵
敵だ。動くんじゃねえぞ。ボコボコにしちゃう。骨身に染みたでしょ。うん、何か余裕だぜ。シャドウがいるわ、気をつけて。誰だお前。壊れてないな。みんな頑張れ。火炎は効かないわよ。ペルソナ弱点がないわね。ペルソナ、あ、でも目を回すのは効くかもしれないわ。ごめん、ご爪お願い。動くんじゃねえぞ。へえ。よっしゃ。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。うん、感じる。暴いてやる。こっちが有利だ。ペルソナ弱点つけるな。さすがクイーン、これはそう崩れよ。走行に使わないな。絶剣制裁。さて、力の差が実感できる戦いだったわね。あれ？この。
暴いてやる。チャンスだ、こっち目は。決めきれなかったか。この技が有効なはず。弱点はないわね。スキルを忘れさせることできない。よしつね、いただいていく。よし、まだあるぞ。もう、頂点の敵もは面倒で狙ってみて。みんなお疲れさんだ。この扉、鍵がかかってるわね。裏からなら開けられるのかしら。正体を見せろ。シリルカなら勝てるんだけどね。不意打ちせ。弱点がないわね。スキルを忘れさせることできない。ペルソナ弱点がないわね。眠らせて行動を封じるのも手かも。敵が感電してる。近接攻撃が有効だけど、感電の電線には気をつけて。食らいなよ。マジで？ペルソナー！いい加減にしまえよ。いけ！パワーアップ！ペルソナー！カジロ！違うな。次は誰だ？手こずってられない。オッケー、先を急ごう。力が湧いてくる。この技、早速使わないとね。よし、
倒したな。向こうね、違う攻撃を使っていきましょう。ゲーションにはついな。弱点がないなら一層スキルを引くじゃないんだな。ボコボコにしちゃう。はい、終わり。よし、よいしょ。